まあ例えばこんな感じで攻撃したら普通殴りたいじゃないですか。殴られたらナイフを持って。学生時代から40年合気道の稽古をしています。例えば後ろからこうやって持たれたとしたら、何やこいつみたいな感じでこうやってやって持って、そしていてててMerhaba arkadaşlar, konnichiwa minasan。私はこのチャンネルに3年前から動画を投稿していますが、実はずっと撮りたいけど恐れが多くて撮れないある動画があります。それはもちろん合気道についてです。私は14年前から合気道やっています。東京のお茶の水女子大学で合気道を学んでから、トルコや大阪でも合気道をやっていました。そして約10年前から滋賀の道場でも合気道をやっています。初段、2段、3段をこの滋賀の道場でいただいています。本日は同じ道場で合気道をしている、いつもお世話になっている長谷川さんと合気道について紹介したいと思います。長谷川さん、今日はありがとうございます。よろしければ簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。長谷川浩一と申します。時根さんとは8年ぐらい、合気道を長く稽古をしている仲間で、私はもうすでに学生時代から40年以上合気道の稽古をしています。現在6段位いただいております。今日は時根さんと楽しく合気道を稽古したいと思います。合気道について紹介に入りたいと思います。まずですね、合気道とはどういう武道でしょうか。非常にユニークな武道で、地球も含んだ宇宙のいろんなこう運動の法則があるんですね。でそれらをいっぱい集めて、それを武道の形にしてまとめたっていうのが合気道という武道なんですよ。なるほどですね。1940年代に森平上柴先生が作った武道の一つですね。多分ね、合気道より柔道の方が有名っていうか、世界ではなんか柔道、オリンピックもほら柔道が出てるじゃないですか。だから多分柔道の方がよく知られていて、実は合気道と柔道を同じ年代に出来上がったみたいですよね。1940年代に。でその合気道の階層と柔道の階層が実はこう知り合いみたいな感じで、まず柔道ができて、でその後は合気道できたみたいですけど、柔道の、階層が合気道を見たら、あ、私はこれをやりたかったんだと言ってたらしいんですけど、これはもしかして都市伝説かもしれませんけど、まあそういうなんか合気道と柔道は実はそういう絡みが昔からあったらしいです。あと、まあ年齢制限ありますか。体力とかスピードを使わないので、小学生からお年寄りまでできるというような武道になってます。そうですね、何歳からでもできますよね。ただ18歳からとかは別ないし、70歳からスタートしてる人もいますよね。だからもう別に何歳でもできるっていうのも合気道の一つの魅力ではないかと思います。あと次は武器を使っていますか。なくてもできるし、剣であるとか棒のような杖っていうもの、あと短刀っていうものも使って、そういった武器を持ちながら強制したり、武器で攻撃した相手をちゃんとコントロールして抑えるという稽古もするので、そういった武器技も使います。9と段が合気道にあるんですよね。初段だったり1級だったり、これについてちょっと聞きたいんですけど、袴はいつから履けますか。まず1級から5級までの級と、段は初段から一番最上位は8段まで、初段から袴を着用するようになります。私特許でスタートしたんですけど、まあ、5級から1級まで特許で取って、1級からもうずっとここですね。1級初段、2段、3段、ここで東京の私の通ってる道場では袴が3級か2級だったかな、履ける道場でしたが、まあ、基本初段が多いですね。そうですね、袴に憧れて合気道を始める人も多いと聞きますので。そうですよね、はい、早く履けるといいですね。黒帯もありますよね。はい、初段から黒帯になりますので、黒帯取りたいって言って合気道を始める人もいらっしゃいます。どれぐらいで初段取れると思います。稽古の頻度によりますよね。稽古日数で、その合計によりやりますけど、例えばですね、大学で3年間、週3とか週2でやったら、大学4年間で、卒業の時に2段まで取れるっていうようなパターンが多いですね。ぜひぜひ皆さんも目指してください。合気道の効果は何ですか。日常生活にいい影響があったりしますか。まず合気道って全身運動なので、体のこのいろいろこうストレッチであるとか適度な運動ができます。で左右のバランス、右も左も均等に行いますので全身運動ができるというところでとてもいい効果が得られます。受け身の稽古もするので転んだりとかちょっとしたこう交通事故とかにあった時に、受け身で大きな怪我が、しなくて済んだというふうなこともよく聞きますので、そういった点も合気道の効果かなと思います。最初は受け身ばかりですよね、稽古は。そうですね、受け身がとっても大事と私もずっと言われていて、まずだから受け身をやって技をやるためにもまず受け身できないといけないので、怪我しないように受け身とっても大事で、皆さんもね受け身がとても上手になりますよね、どうも。はい、そうです。私もですね、いろんなところで合気道やっていていろんな話を聞いて思っていたことなんですけど、なんかちょっとですね間違えたらすみませんけど、武道っていうのは実は戦うのではなく人を生かすっていう意味が武道に実はあるという話があるんですけど、実は他の、武道、あんまり比較はしたくないんですけど、基本試合が多いんですね。勝ち負けがあるんですけど、合気道だけはですね勝ち負けなくて、だからオリンピックの種目とかにも合気道にならないんですよね、あんまり試合とかないので。だから勝ち負けなくて襲ってこないと何もしないっていう、なんか自分を守るっていうか、そういう意味があるので一番武道らしい武道ではないかっていう話を聞いたことあって、勝つではなくて負けないっていうのが大事と合気道で言われてます。勝負でこうどっちかが勝つと片一方が、怪我をしたり死んだりということがあって一人死にますと。で自分が勝負で負けて自分が怪我したり死んだりすると一人死にますと。攻撃してきた相手を怪我せずにコントロールして争いを終わらせるということをすれば2人とも死ななくて済むので、そういったことを目指すのが合気道。誰か私たちに攻撃してきたら、攻撃したら普通殴りたいじゃないですか、殴られたら。そういう気持ちがあるかもしれないけど、合気道ではですね、皆さんもし見たら分かりますけど、とっても丁寧に抑えるんですよね、あんまり怪我させずに。よく許す武道とも言ったりしますよね。あなたは私に攻撃したけど私はあなたを許すよ、ほらこんな感じで優しくあなたを抑えてるからもう二度とこんなことしないよみたいな感じでするのがとっても私が好きだなと思って、その日常生活でもそれが使えるなと思って、私たちに何か攻撃してきた人がいたら許すっていう、その心の余裕を持つことを多分合気道の技を通して学べるかなと思って。心も体もって言うじゃないですか武道は。その合気道は一つの見ると効果、心の効果はそこにあるかなと思って素敵だなっていつも思っています。はい、その通りです。であとですね、実はその攻撃されたらこちらも攻撃できるわけですよ。でだから当て身っていうんですかね、その技の中でですね当て身がいっぱいあるんですよ。ここに当て身します、ここに当て身します。その相手の弱点にですね、当て身っていうのはもうマジでこうぶつけるとかじゃなくて手をこう置くんですね、優しく。その意味は実は私はここであなたに害を与えるけどしません、あなたを許しています、次行くね、ここでもあなたの方の弱点あるけどそこに手を置いてでも何もしないんですよ。だからそういうところに実はできるけどしないっていうのもあって、そこもなかなか私がまた好きしないんですよ。もちろんしないんですけど実はできる、その甘くないけど実は可能性があるっていうのが好きです。次はですね、合気道を自己防衛として使えますかと。護身術として非常に有効で、特に相手をこう怪我させずに抑えるというふうな技がたくさんありますから、護身術としても使えます。私はですね、そのよくいろんな先生にもし今あなたは誰かに攻撃されたら何しますかみたいによく聞いたりするんですよね。そういう時は逃げてくださいとそんな何段でも3段でも5段でも何かあったら基本逃げてくださいっていうのは万が一ですよね、この今の話は防衛だから、よっしゃ合気道できたからもう来いよみたいな、かかってこいはないかなですよね。何かあったら基本でも逃げるのが大事です。よほどね身の危険が迫って逃げれない時にしか技を使わない方がいいですね。相手に手を取られて動けないという状態のところですね、これを相手に与えますと。相手も安心してつながるので、次に大事なのが相手の正面にいないということです。から動いて相手を前へ出すですね。してその相手の正面にいない、そして前に。こういうのもありますよね、はい、こういう時は何かありますか、はい、こっちがね、そしてこうでこの手を大きく返したい。その喧嘩の時いろんなのがあると思うんですけど、はい、例えば後ろもありますよね、はい、例えば後ろからこうやって持たれたとしたら、逆らわない。ですね、相手に逆らわずに、こうやって相手の、体を大きく伸ばしてあげながら押さえる。両手もありますよね。はい、これやってきたとしたら、はい、でまずね、両手取られた次に蹴りが飛んでくるんですね。横に動いて、でそしてこう、はい、上と下に、はい、上と下に大きく崩す。あとまあこれもありますよね。こういうね、両手で同じ手を、はいはい、ここ相手に差し上げて、そしてこう大きく回り込んで、ありますね。最初から殴ってくる人もいるでしょう、はい、同じように相手の正面にいないということですね。相手の正面にいないという形で、はい、相手の正面にいない、そして同じように相手を伸ばしてさばくと、こういうのもございますよね。この時は打ってきた相手の中心を捉える、中心を捉えるということを、打ってきた手を大きく引き出して、そして丸くさばく。じゃあ簿記の時もあるでしょう。こういうね、合気道で使ってるんですよね。こういう木刀があったり、杖といったこういうね棒もあって、あと短刀ですね、こういう短い剣もございますね。誰かがですね、ナイフを持って私たちに攻撃してくるとしましょう。まあ、いろんな形ありますね。こうやって刺したり、こうやって刺したりあると思うんですけど、こうやって持ってうわーって、はい、こちらも相手の中心から捉えて、大きく伸ばして、そして持ってる手を押さえます。こうやって刺しますよね。相手の正面にいないですね。そして相手の中心を捉えて、そして相手を前に引き出して、そしていてててあ、ちなみにですね、今私は地面をこう叩いてますけど、受け身の時ですね、もし痛い時こうやって叩いたら相手がやめてくれるので、だから痛い時どうしよう、痛いのは無理と思わなくて大丈夫です。痛い時はこうしたら大丈夫なので、棒ですね、どこにでもある、まあ、はい、ナイフもあるんですけど、棒もねどこにでもあると思うんですけど、こういう棒でもしいきますね、バーって隙がですねあるとしたら、あれです、刀のですね木のバージョンで木刀や木剣と言ったりしますね。剣ですね。横面で切るときは、これも中心ですね。相手の剣は見ずに相手の中心を捉えて、はい、で相手を一度当て身で制して、大きく前にこう振って、そして倒すと。あとですね、まっすぐ切るときもあるかと思いますけど、ここはもうそうですね、ここは相手の体の中心を捉えて、そしてずっと出て前。いやですね、あとですね、ちょっと私も一回かけてみたいと思うんですけど、私はですね、まあ、皆さん一番好きな技があると思うんですよね、合気道をやると。で、私は一番好きな技は四方投げでございます。四方投げの場合はこういう、こんな感じで回って、こんな感じでですね、うまいです。うまい？いやいや、先ほどですね、当て身についても話してたんですけど、ここで実は私はあなたにね、害を当てることができるけどしませんみたいな、それを例えばこの場合は実はここですね、ここで当て身を入れるんですよ。ここでもあなたが実はもう終わりよみたいな感じでももちろんしませんよ。こうやって見せるだけで、で持ってみたいな感じで技をかけることもできます。まあ、とてもですね、受け身もですね、さまざまな受け身がございまして、例えばちょっとですね、上級レベルの受け身ですと、まあ、例えばこんな感じで。こういうですね、飛び受け身といって飛んで受け身をする場合もございます。いろんな受け身もありますね。例えば前受け身でしたら前に行く、あと後ろ受け身もありますね。あとキックですね、こうやって歩く時もあります。まあ、こういう座り技もございますね。片方が座って片方が立ってる技もあります。こういう感じですね、こういう感じがございます。いいんじゃない？はい、こんな感じでした。合気道はいかがだったでしょうか？本当にですね、私は合気道が大好きで、ずっとこれからもやっていく予定なので、本当の合気道やってよかったと日々思っていますし、まあ、最近ちょっと育児とか出産があってできない時があるんですけど、本当にでも全然やめる予定もないですし、これからもずっとやっていく予定です。なので皆さん、ぜひ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 体験だけでもですね、自分に合うかどうかもしかしたらあるかもしれないので、もしよろしければ1回だけ体験に来てください、行ってください。近くの道場でもいいし、うちの道場でもいいですし、ぜひぜひ皆さん合気道をスタートしていただければとってもありがたいです。長谷川さん、今日本当にありがとうございました。とっても勉強になりました、はい、なんか最後に言いたいことがございますか？はい、みんなで楽しく合気道やりましょう。はい、ありがとうございました。皆さん見ていただきありがとうございます。Kendinize iyi bakın, yine şükürlerim. Bye bye.